始まりました、こいちゃんパラダイス競馬予想でございます。先週はなかなかの穴がね、9番人気とかやったかな、11番人気とかも来てたかな、しっかり馬券ね取られた方がいたみたいで、すごいおめでとうございます。私ももう副賞とかでほんとちょろっとしか実は取れてないんですけど、しっかり取った方がいるみたいでね、よく信じてくれたなと思ってます。土曜日はですね、まあほとんどレースやってないんですけども、絶対これやろっていうワイドを取ったりだとか、あとは阪神4レースでもう面白外しをしたんでね、超痛恨の1番の馬が本命馬やったんですけど、1番16番2等軸、これ1番が5番人気ぐらいやったかな、16番が11番人気で単勝万馬券の馬やったんですけど、これが3、4着でね3連単外したんですけど、1番からねワイドを4点買ってて、ここも入らなかったんですけど、1番から馬単をね4番5番だけ、1番より前に行くとしたらこの馬かなという4号に1から馬単を流したところ、なんと頭が4番2着5番で3着1番で、不思議なことに何にも取れていないというね、あの3、4着がね一頭来なかった、あれ2、3着でももう5、60万馬券やったんですけど、なぜか全部外すという不思議な外し方をしたので、明日はなんか当たるんじゃないかなって思っております。もちろんウマンチュの方は宝塚記念をやりますので、このこいちゃんパラダイスではウィン5、そして明日の勝負馬行かせていただきます。ウィン5はもうさっき言っときますけども、最後もう回目増やすん嫌なんでイクイノックス1点にしております。勝負馬から行きましょうか。函館から行きましょう。函館2レースもう10時15分やから、これ見てへん人多いと思うんですけどね、ダート 1700m、 これ牝馬戦ですね、未勝利。4番シャンデル、マジェスティックウォリアー3区、やっぱり牝馬戦でもしっかりね血統がね物を言うところ、あと馬角はあんまり物を言わないというか、函館は特にね小さい馬が結構来るから私は非常に苦手ですね。馬角関係ないやんけっていうね、これパワーというよりはもう器用さが求められるようなコースなので、ただこの馬はねしっかり、コーナーリングも回れるでしょう、あのそんなに大きくもないので、血統的にはもう4番のシャンデルダントツだと思います。函館3レース、ダート 1000m、 これ8番森林限界、これ人気馬ですけどね、これはもう安定感とタイムを見てももう馬券圏内に一番近いでしょうね、どう見ても。はい、そして函館6レース、こちらは3歳未勝利、ダート 1700m ですね、9番お坊ちゃま、アジアエクスプレス3区が2頭入ってますが、その中でも小さい方ですね、もう1頭めちゃくちゃでかいんでね、こちらの方は函館のダートでも2着にね0100というねしっかり走れているので、前走、今回もまあ馬券圏内にはこの馬がダントツで近いと思われます。そして函館8レース3歳以上1勝クラス、ダート 1700m、 こちらは1番サンマルパトロールでいきます。もうちょっとね人気は薄いとは思うんですけど、これ大混戦でね、まあ血統的にも走れんこともないし、意外と前走の3着のタイムがね全然悪くないんですよね、なんならかなり上位のタイムで両馬場にして走れてるので、力がねありますよねこの馬。まあねこれ小沢ジョッキーがうまいことスタート切れるかっていうところもね大きいと思いますが、でもうまいジョッキーなんで期待しております。そして函館メインまで行きます。大沼ステークスリステッド競争、ダート 1700m、こちらは11番名称譲る派、ディスクリートキャット3区ですね、これね、前走1008、2000、1900と走って、これ1007の距離短縮はかなりプラスに出ると思いますので、というかこの馬ね初めての距離なんですけど、今までで E8 シリをしてもおかしくないなと思っております。さあじゃあ東京阪神に行き
たいと思います。こちらは、東京2レース、こちらはダート 1600m 未勝利戦牝馬クラスですね、7番のともえアジアエクスプレス3区ですね。これは東京コースはねやっぱり馬格のある馬の方がね走ってくることは多いんですけれども、これは牝馬にしては馬格もあるし、ね、もうお父さんも非常に素晴らしい、もう印以上に人気するかなとは思っております。こっち行くも忘れてた、阪神1レースや3番サウバークライス、これ牝馬のこちらもダート1008、未勝利戦ですけど、これね初ダートなんでね、ちょっと軸というよりはもしかしたらという感じでございます。で馬格も小さいですけどね、これオルフェーブル3区なんでね、オルフェーブル3区は前も言いましたけど、もう馬格小さくても平気で走ってくるんで、この馬も牝馬戦なら結構前線できるんじゃないかなと期待しております。そして東京3レース8番ゴールドバッハアジアエクスプレス3区ですね。これはもう安定してますね、非常に、血統もいいし、馬格もねそこまで大きくないんですけれども、周りを見ると周りの馬がね牝馬とか、ね、でかすぎるとか小さいとかいろんなところがあるので、この馬が一番しっかり走れそうだなと思います。そして阪神3レースダート 1800m 未勝利戦ですね。こちらは15番バックトゥザライト、これシニスターミニスター3区で、まあ、人気すると思いますけど、他の馬の血統を見ると、距離を見るともうこの馬ダントツでしょうね。そして阪神4レース、こちらはダート 1400m 未勝利戦ですね。これはねパイロ2頭出てるんですけどね、もう3番のトモジャケイヤ、大きい方のパイロですね。これはもう先行できるのでこっちにしますが、まあパイロパイロ5番のレビアタンもパイロなんで、これ2頭でワイド1点勝っててもいいかなと思っております。そして東京6レースダート 1600m 未勝利戦です。これはね穴馬一生懸命探したんですけど、はっきり言ってあんまりいなかったんで、もう13番のマンダリンボレロ、この人気馬スピルバーグで、これも渋いんですけどね、まあでもこれ安定してるしね、非常に強いですよね、スピルバーグの馬もやっぱりダート、何かが一穴開けてくれるかなと思って探したんですが、ちょっとみんな厳しいかなという印象です。もしかしたら11番のエスポワルシティ3区のインテンスシティあたりがこれ走ってきてくれたら嬉しいなって思っているぐらいですかね、リンキュースでは。そして阪神6レースこちらダート 1800m ですね。こちらは3番ウィングヘブン、これもうタイムがねもう完全にこのクラス勝ち上がるタイムで走ってきているので、このレースは硬いと思いますけどね、3、5でいいんじゃないですかね、もう3当たりってな感じです。東京8レースダート 2100m 一勝クラス11番モジャータルマエ、これ北高タルマエ3区ですね。これもまあ微妙な人気になるとは思うんですけどね、あんま人気しないかな、これね新潟とはいえ前走がね上がり最速2番手から勝ち上がったタイムがねこれ早いですよね。これもこのね東京で同じタイム出すのは難しいでしょうけれども、これに近いタイムを出したらおい勝っちゃうぞっていうタイムで走れる実力のある馬なので、斉藤新太ジョッキー非常にねいいジョッキーなので、普通にこれ硬いなと思っております。そしてもうなかなかないな、あそうかもうメインか、じゃあ最終いきましょう。最終は東京最終一勝クラスダート 1400m、3番グランドライズ、
これ前走もね私は買っていて見事に3着ね、ギリギリこれね田辺ジョッキーが差し込んできてくれたんですけれどもね、今回乗り換わりでちょっとどこまで来れるかですけど、周りのメンバーを見るとね前走よりも楽かなって思うんでね、また同じように 2,3 着あたりに突っ込んできそうだなという雰囲気がもうプンプンしております。阪神12レースリボン賞ダート 1200m、 こちらはもう1番スクーバユガちゃんですね。これヘニヒューズなんで距離成績もさすがに2010で、全ダート成績も2321、安定してますよね。馬券絡めるにはもうここからでしょうね。9番の方が人気しそうなんですけどね、ミルトハンター、これ両欠馬のヘニーヒューズ3区、このレースはもうヘニーヒューズばっかりで来てもおかしないなという感じがしております。はい、じゃあウィン5行きましょう。東京10レース大正レース1レース目甲州街道ステークスダート 1600m、こちらもダート戦なので絞ります。13番バーンフリート、これもリオンディーズ3区ですけれども、非常にいい走りをしていますね。馬格もあって、もう石川ジョッキーもいいですしね。それでもう1頭が16番ワールドタキオン、これもアジアエクスプレス3区で、これも馬格もあって前走もね、大楽勝。これ重馬場なんでちょっとタイムがねどうなのか見極めるのは難しいんですけど、重馬場の方がダートはタイムが出るんでね、足抜けが良くなって、芝はもちろん遅くなるんで、まあ、ただもうびちゃびちゃすぎると逆にまた遅なったりするからね、ダートの馬場によってタイムを見極めるのは非常に難しいんですけど、ただ5馬身差で圧勝してきているので、上がり最速で大楽勝、まあまだまだ余裕あるなという感じです。そして阪神10レース大正レース2レース目花の道ステークスダート 1400m、 6番ラブケリー、これねカレンブラックヒルの牝馬で、普通ならこのクラスで牝馬あんま買わないんですけども、タイムがね、タイムが抜けてるんでね、普通に走ったらこの馬が勝っちゃうタイムを持っていますね。7番イフティファール、これ絆3区で阪神ダート成績3111、まあ阪神校舎ですね、阪神校舎というか、まあ右回りが得意なんでしょうね。で今回もこれ阪神なので、そしてルメールジョッキーが乗るので入れます。16番マニバドラ、これスパイツタウンの馬がね2頭いてて、最内の馬も怖いんですけど、まあここはもう8歳馬と3歳馬の差でね、成長力も見込んで、ただ前走ぐらいのタイムではこのクラス勝てないんですけど、ね、どこまで上積みがあるか、あと豊かジョッキー乗り換わりというところでタイムを詰めて勝ち負けまで持ってくるかなというところでございます。ベロンチョ。そして大正レース3レース目大沼ステークスリステッド競争函館メインダート 1700m ですね。こちらは2番ブラッティキッド、これもちょっと大きい馬なんですけど、それでいて函館2111というところはやっぱ器用なんでしょうね。コーナーでちゃんと加速できるんでしょうね。でシニスタミニスターなんで函館以外ならもっと信頼が置けるんですけど、函館はもういろんな血統が来るから、ね、難しいところはあるんですけれども、まあ先行できればもう勝ち負けと思っております。ね、前走は武蔵野ステークスレベルが高くてもう前に行けなかったんでね。3番ハセドン、この馬もねいい走りを、ただね追い込みなのでね、どこまでまあ数のジョッキーなんで、ね、ある程度まくってくるから怖くてちょっと入れましたね。普通なら多分ねモーリス3区ですし、まあ、ダートというよりやっぱ芝の方がね強い血統であるし、客室的に入れないんですけど、まあジョッキーが怖いなと思って入れております。11番名称譲る派、これは先ほど言った距離短縮で岩田ジョッキーというところで、期待して入れております。さあ続きまして大正レース4、今のところ3-3-2が18点買いですね。ここね一気にちょっとすいませんが、ここは皆さん絞ってください。俺はもうここどう見てもこの
今日はここが一番外れそうやなっていうところで、東京メインパラダイスステークス芝 1400m、 そう芝です。芝はもう本当にね、展開によるし、ジョッキー力、厩舎力、もう馬だけの力で勝てないんでね、2番ビューティフルデイ、これディープインパクト3区ですけれども、これもいいタイムで走ってますよね。まあ前走もね、リステッド競争3着とやっぱり力があるので牝馬ですけれども、勝ってもおかしくないですよね。で3番ペーシャフェスタ、これマクフィー3区で前走これ15番人気1着ってね、えげつない勝ち方をしたんですけど、まあこのペーシャ軍団はやっぱり強いし、牝馬は1回このレースやるとね、一定期間絶好調時期があったりするんでね、これ次も怖いんですよね、牝馬は特にギュッと短縮して絶好調が来たりするので入れております。8番モントライゼ、ダイワメジャー3区のね大型馬ですけれども、これも強い相手と走ってきてるんで、このメンバーならばもう上位には来るでしょうね。これが勝ち切ったら結構でかいですね。9番サーマルウィンド、これもドレフォン3区の牝馬なんですけど、前走ね不良馬場ですごい強い逃げ切り勝ち、まあ、今回どういうレースをするかわからないですけど、まあ、逃げなくてもいいレースする馬なので入れておきます。13番名勝チタン、カナロアの6歳ボバですね。やっぱりねカナロア1002、1004が異常に強くて、そこまでね悪いレースをしてないし、ダメな時は結構ね不利があったりとか、まあ、前走もつまずいてますんでね、しかもダートですし、今回一気に変わってもおかしくないなと思ってます。14番テンハッピーローズ、エピファネイアの牝馬ですね。これももうすごい足を使うんでね、届かないことが多いんですけど、もう届いたらねもう突き抜けるぐらいの足を持っているので入れました。宝塚記念は最初に言いましたイクイノックスも1点にしました。他も買いたい馬はいるんですけれども、もうイクイノックスが負けたらしょうがないという一日です。私は3連単の方も、さあ皆さんはどうでしょう、イクイノックス外しの方はね、外すとしてももうジャスティンパレスかジェラルディーナぐらいかなとは思うんですけど、でも買ってほしいなという思いを込めてイクイノックスの日にしております。じゃあ皆さんもやりすぎないように、私もねもう今日はダートばっかりのワイドとかでね一生懸命金減らさんように頑張りましたので、皆さんもお金減らさないように頑張ってください。照れちゃう、ちょっと減ってん、芝買ったから。